はい、こちら沖縄の鈴木です。さあ今日からやっていきますよ、ゼルダ無双。はい、こっちまでてやるかどうか非常に迷っていた。だって桃鉄とさ1日違いなんだよね。だからちょっとこっちまでとても手が回らないなって思ったんですよ。マジでそう思った。ただやっぱりね、まあ和樹くんとやることを考えてゼルダ無双もいいかなと。で、ちょっと親子でやり込んでいこうかななんてことを考えて、まあ、無双系やるのが本当にむっちゃ久しぶりっつうかなっつうか、無双、この前にやった無双は俺 PS2 の三国無双を、PS2 の時だよ。3の時はもうやってないからね。うん。だからそっから、もうほとんどここまで、うん、無双系はあまり、触っていなかったんで、できるかなっていう不安がいっぱいあるんだけど、うん。せっかくね、マルチでできるっていうことで、もうこれ、息子と二人で楽しんでいこうかなって思っております。うん。頑張ってやろうね。何これは、なんだっけ、体験版で少しやってはいるんだけど、うん、なんだっけなんだっけ、やられるよ。お、よけた。こいつかわいいな。まあ、じっくり、本気で。いや、体験版でね、ちょっと動画にした時にやって、その後も少し触ったんだけど、よく考えるとさ、なんだろう、やっちゃうとつまんないじゃん。うん、続きができるっていうのは分かってたけど、どうせだったらやっぱ製品版はね、最初からやりたいし、だから体験版でやったデータを、まあ、そのまま乗ってくるっていうことはもう最初からね、頭の中になくて。で、かといって、じゃあ体験版やり込んじゃったら、そこまでのストーリーは自分知っちゃって面白くないじゃないかなと思ったんで、体験版そこからね、触るのをやめたんですよ。で、やっとこうやって、始められるようになったんで、今日からちょっとまたマルチができるところまではパパがって、で、マルチできるようになったら、息子を誘って2人でやっていこうかなと思います。で、ちょうど明日から同日です。3連休だし、3連休内で、まあ、どこまで進められるかなっていう感じね。やってこいよ。さあ、いよいよスタート。いけるかな？いくよ？リンク。王様。ほほほほほって飛ぶ人だよ。兵士たちよ、今ハイラルは未曾有の危機に直面している。はい、厄災ガノンの復活が予言されてから早数年。あ、ここもちょっと息子と一緒に、ね、まあいいか。うん、発掘し古代遺物の研究を進めてはいるが、とてもこっちの方が振り柄が各地で魔物たちが、うん、の手が迫っておる。まずは、これはどのキャラ使おうかな。てかどのキャラが出てくるんだろう。うん、絶対うちの子はリンクやる、リンクでやるっていうから、うん、パパはじゃあどれ使おうかな。おい、行くっす。よし、行きます。一応一通り見ながら、うん、よし、大丈夫だよ、ここもう少し覚えてるよ。
勝負勝負あれ？まあ、とにかくどっか行け。よし、行こう。うん。ああ、和樹くんってやるの楽しみだ。おお。で、次はどこ行くの？ A が必殺技。うん。行く方向はこっちっすか？はい。あっち？で、微妙にこれ酔いそうな気がしないでもないんで、ちょっと。モリブリンを倒す。モリブリンどこだ？こっち？あ、いた。あれを倒したい。はい。あ、いた。ガード。よいしょ。はい、サクセス。オッケー。次はどっち？ B 回避。ん？ガード。ガード。よし。で、こっち行くっす。前回と同じ方向に行ってるな。これなんだっけ？拠点内の敵を倒して拠点ゲージを減らす。行きますぜ。あれ？なんか赤いのが残ってる。敵残ってる？向こうに。ちょっと待って。もうちょい倒してからの方がいい。なんかいるよ。どこだ？あ、そういうことか。ゲージ減らしてから先行けってことか。制圧できてよかった。いてい。よしよし。どうした？さて、次の拠点。ここはもう OK だよ。次行こう。さあ、拠点を制圧する。次ここ2つ目かな？はい、あと2つ。もうこのまんま行っちゃっていいの？もうこのまま南下して、あれ？なんだっけ？なんだっけ？何？ん？ああ、そっかそっかそっか。こんなのがあったっけ？来たな。インパさん。
インパさん。お、来た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 。なんか懐かしい音が。うん。おお。何事？おお。おお、すげえ。あれだよな、よく落っこちて、うん、大変な思いをした場所だよ。これは、うん、お友達、なんかリンクかっこいいな、うん。もうとにかく次に行こう。はい、預かっててください。あれ？あれ？ちょっと待て、ボスはどこだ？もうどんどん行っちゃおう。うん、うまくいけないや。なんだっけ、なんかゲット、兵士の剣。とりあえずここもあとは任せたよ。どんどん行こう。もうここも無視でいいよね。次の拠点制圧に、こっちか、こっちか、こっちか。なんか変な方に行っちゃった。むし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 。とりあえず敵はもう無視しながら、なんかこの辺りをこう、なんか知らない敵がいるけど、この辺りこうね、和樹くんとやったら面白いだろうな。で、このもうちょっと先にいると、どこだよ、この辺り。いたいた、やってやるぜ。ここのボスはどこだ？いた。よいしょ。え？よいしょ。行け。どうした？オッケー。なんかある。いただいてきます。こっちじゃなくて、こっち戻っての。行くよ。インパを操作できるんだった。ああ、キャラクター変更ね。はい、お任せください。行くっすよ。どこに行けばいいんだ？こいつか。
こいつ?いたいた、こいつか。ちょっと必殺技どうすればいいんだよ、ちょっと難しい。やっつけた。R ね。よいしょ、スマッシュ。勝負ありましたね。うん、なんか落としてった。なんかこれファイアロット。うん、この辺りでこっち、あれこっち曲がる、こっちか。で、この先に、またいるわけよ。これか。ファイアロック。はい。おびっくり、ごめん。少しはやるようですね。やるようですね。今、自滅したような気がするんだけど。これでいい?うん。よいしょ。これでいいですか。ゴー。おお。リンクはどこにいるんだ。あそこから動いてないのか。よし、これ一応すべての拠点はゲットしたのかな。え、どこどこに現れた。どこ、あっちか。はい、リンク答え。このもうちょい先で、うん、曲がる、あっちね。行くぞ。仲間に指示を出す。はい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 。メニューの仲間画面から A 指示。操作していない時の移動先を指定できる。はい。メニュー。こいつに指示。もうこの辺り来て、戦って。OK。あ、まだ来た。降りてこい。何こいつ。ちょっと匂う。OK、 スマッシュ倒した。よし、これは何だ。もうこれ以上いいの。あ、何やってんのこれ。まあいいや、行こう。次行くよ。あそこにいる。行きます。モリブリン。
スマッシュ。よし、やった。あと一体ヒントはこの辺りに。あー、そこで戦ってるの。いくよ。あ、二人同時にやられてる。やばいやばい。あ、二体来て。痛い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 。え、ピヨってる場合じゃねえよ。どうしようどうしようどうしよう。2体来てるし、やばい。スマッシュで、これであと1体だよな。あれどこ行った、あれどこ行った、もう1体ここにいた。よいしょ、スマッシュ、せーの、やった。オッケー、これ何ゲット。うん、よっしゃー、勝ったっす。やっとこれで体験版のところまで追いついたかな。インパさんはどこ行ったの。あ、いた。ハイラル平原の戦い、ビクトリーでございます。13分27秒。まあこんなもんか。で、リンクはレベル4、インパさんがレベル2になったかな。で、武器は、どれがいいんだ。まあ、これを。で、こんなんでいいか。獲得素材。はい。よし。謎のガーディアン。かわいいじゃん。ああ、さっきから謎の塔。この上って結局何もなかったんだよな。全くわかりそうにありません。まあ、そうっすね。なんです？あ、お待ちなさい。どこ行くんだよ。あ、ズルダ姫かな。みんな見事な働きであった、もう姫。よかった、あなたも無事だったのですね。はい、姫様、ちょうどプラからシーカーストーンを。まあなに？どういうこと？シーカーストーンに投影されたガーディアンのメッセージ。そこには自分がゼルダを救うため厄災のただ中から時間を遡ってきたのだと記されていた。そういうことですか。そのガーディアンと突如平原に出現した塔の調査を、はい、クルアとロベリー研究者であるクルアとロベリーに依頼することを提案。ハイラル王は彼女の提案を聞き届けた。はい、おお、なんかロード中何なんだろうね。ハイラルの騎士、リンクに命ず。突如出現した謎の塔を
戦いの重要拠点として警護せよ。そして、正体不明の時を渡るガード、その力が信頼に足るのか、研究者らと共にしかと生きめんのだ。そのあたり、女神ハイリアの加護があるのかと。ローム・ボス・フォーレムス・ハイラル。上まで登ってきてるのか。おう。リンク・ハイラルの騎士。インパ。一応この二人がとりあえず。で、次は、行ける場所ってことかな、あれ。ジーカーストーンで行き先を選ぶ。ハイラル各地の問題を解決すれば、仲間を成長させることもできる。あ、はい。あざす。来るね。こういうやつか。幸運の玉。はい。これで二人プレイができるようになった。よし、これであとはもう、カズくんとやっていくように頑張りましょう。つうわけでね、今回はこの辺で一旦終わりにしておきます。システムメニューもあるし、ここでセーブできるんだな。セーブロードチュートリアルギャラリーオプションタイプ。ギャラリー。こういうことか。とりあえず、はい。それから、メニュー。今んとここんだけか。それで、じゃ、とりあえず、今回はこんなところで一旦終わりにしましょう。よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。息子と二人で遊んでいくので、お楽しみに。というわけで、今回この辺で、お疲れ様でした。